どこへ行く気だ、エルザ。ミネルヴァ、お前は。わらわはネオ・ミネルヴァ。最強の魔導士として生まれ変わったのだ。さあ、楽しもうぞ。ミネルヴァ、お前は。決戦、テイクオーバー。テイクオーバー。サタンソウル、セイラ。殴っちゃおった。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。お前の非道な行い、納得はできんが理解はできる。全てはセイバートゥースのためではなかったのか。お前を殴るこの拳が泣いているんだ。こんな戦いに何の意味があるのかと。分かっておるわ、分かっておる。だからそなたの手でわらわを殺してくる。弱いから闇に落ちた。もうこんな体では生きていけ。ただお前はお前だ。きっと帰りを待ってる人がいる。忘れるな。これだから人間は。生や死を語ることに悦を感じているのか。醜いな。何者だ。やれやれ、一掃したはずのゴミどもがまた湧き出したようだな。精霊をめ、余計なこと。幸い少しは時間がある。ゴミを自ら片付けるくらいはな。貴様がマスターか。なんだこの魔力。まず一人。ミネルヴァ、間に合った。遅くなっちまったな。
迎えに来たぜ、お嬢。あんたのギルドはセーバートゥースだ。お久しぶりです。クロム様。お嬢、一緒にギルドに帰ろうな。ギルドに帰る。この魔法の世界が終わるのだ。それもよかろう、止めはしない。フェイスは破壊されたぞ。一つだけな。エルザさん、ここに来るとき、いくつもの不気味な顔の像を見たよ。あれがフェイスなら、すごい数が地中から現れてる。なんだと。1時間、あと1時間で全てのフェイスが起動する。魔導パルス爆弾約3000機全てが大陸中の魔力を全て消滅させる。バカな。ハッタリだ。フェイスは遠隔操作ができない。3000機を同時に起動させることなど不可能。確か議長と呼ばれている人間が遠隔操作の権限を持っていると記憶している。その議長は死んだ。我がギルドにはネクロマンサーがいるのだよ。死人の議長を操り、管制室でフェイスを起動させている。なんてこと。エルザさん、行ってくれ。フェイスを止めるんだ。ここは俺たちに任せろ。お嬢やレクターたちを頼む。エルザさんなら安心だ。こいつは俺たちが倒す。面白いことを言う人間もいるものだな。この冥王を倒す人間が。そうだ。やれやれ。さっき一旦止まったようだったが、また動き出しているようだ。とにかくフェイスの起動を止める。管制室の場所は分かるのか、ミネルヴァ。これほどめちゃくちゃにされていてはさすがに。起動まであと1時間もない。急ごう。ここが制御室か。元議長、今すぐフェイスを止めるんだ。キース様のように器用には操れませんが、死者といえどある程度のマクロで動かすことができます。元議長の権限があれば3000機全てのフェイスをこの場所から起動できる。お前ら。セイラ、ギリギリの呪力でよくやってくれた。3000機のフェイスは間もなく起動する。強化様、残る吸気門は強化様一人だけにございます。どうか我らの悲願、ゼレフ教のもとへの帰還を果たしてくださいませ。ああ、そなたの魂と共に。必ずフェイスを止める。ゼレフのために敵を滅する。
なんだこれは。教官、聞こえているか。マルドギール様。ドラゴンが厄介だ。フェイスの発動を早めることにする。今は制御室にいるな。はい、しかしキースもセイラもやられ、議長を動かせる者がいません。案ずるな。起動している段階ならば発動を早めることは貴様でも可能だ。制御室の中央メインラクリバー、それに貴様自身が生体リンクするのだ。生体リンク。貴様自身がフェイス発動キーとなることでフェイスの発動を早めることができる。フェイスさえ発動すれば魔導士の無力化は無論、予想ではドラゴンの生命力も奪える。そしてマスター END が復活する。我々の勝ちだ。さあやるんだ。マルドギール様、こんな膨大な魔力とコナタの呪力を生体リンクさせたらコナタは死にます。それがどうした。死を恐れるのか。いいえ、タルタロスの悲願成就のためならこの命少しも惜しくはありません。全てはゼレフのために。生体リンク完了。今コナタはフェイスの発動装置と一つになった。何？何のために？あいつ合体したの？フェイスの発動を早めるためか。単純な構図になったな。コナタを殺せばフェイスが止まる。フェイスが発動した後コナタも死ぬがな。大した自信だな。自分が負けることは想像していないというわけだ。いかにも、そなたはまだ知るまい。旧気霊聖典強化、真の姿、エーテリアスフォーム。コナタにコナタは倒せない。コナタの呪力は強力、時間ごとに無限に力を増す悪魔。食らうとよ。早く蹴りをつけねば厄介だな。急ぐぞエルザ。わかってる。ゲッセン。テイクオーバー。サタンソウル。セイラの力を使うと言うか。食らいなさい。どんな手を使ってでも家族を守ってみせる。ネウィルフィーデルスエルカンティアヤグドリゴール。襲来神。カット。風神の鎧剣。風神の剣。テイクオーバー。サタンソウルセイラ。
殴っちゃおっか。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。フォトンスライド。コナタは人間の痛覚を強化するのだ。Come here! Yagdo Rigora! Q-Rising! Rakechide! Alte Aris! Take over!フェイス起動ラクリマと生体リンクしたこと、コナタの命は発動と同時に尽きる。だが悔いはない。我々は全てゼレフより、ゼレフの元に帰る。フォトンスライト。お前は死を選んだ。仲間と共に歩く道を諦めた。黙れ。そなたの痛覚をむき出しにした。それは風が吹くだけで体中に激痛が走る。思い出すよな、エルザ、あの地下拷問部屋を。やめろ。ここまでなのか。あのエルザが破れるのか。じきにこの世を去るコナタの最後の災難だ。もっと絶望しろよ、エルザ。まずは資格を奪う。次は触覚、味覚、嗅覚、そして聴覚。これがこの世で聞く最後の言葉だ。これが完全勝利だ。我が魂尽きようとも人間どもに未来はない。そなたは殺さん。死より辛い地獄を味わうがよ。このまま冥王様の人形にしてやろう。毎日毎日ゆっくり時間をかけて心と体を一部ずつもぎ取られていくだろう。羨ましいな。ほら、嬉しいだろう。嬉しいですって言ってみろよ。あ、見えたとえ何を奪われようと、私の道を照らす光は誰にも奪えない。ありえない。何も見えなくても、何も聞こえなくても、私の中に光がある。仲間と共に歩いてきた道が
私が明日を照らすんだ。何も恐れることはない。これ式のこと、痛みのうちに入らん。究極の痛みと友を失う痛みだ。バカな、見えてないはずだぞ。こいつエルズ、まさか聞いてないのか。味覚、嗅覚、そして聴覚、ただこの剣を振るうのみ。よし、何度でも行くぞ。行くぞ、サンド行くぞ、太陽の剣、カンド行くぞ、風神の鎧、剣、風神の剣、カンド行くぞ、太陽の剣、行くぞ、フォトンスライド、カンド行くぞ、太陽の剣、風神の鎧、剣、風神の剣、カンド、これで終わりだ。太陽の剣、王国の創建。ゼレフ署の悪魔が人間ごときに己。ありえん、五感すべてを封じたのだぞ。さらに我が呪力にて痛覚を極大に。コナタの姿は見えてないはず、コナタの声は聞こえてないはず。なぜコナタの場所が。六感七感としか言いようがない。五感すべてを奪われたことで逆に別の感覚が発現したというのですか。ほう、もっと簡単に説明できるよ。エルザだから。納得。こいつ痛みは感じないのか、恐怖は感じないのか。強すぎる。妖刀ベニザクラ。時間が。とどめを刺さねば。エルザ。世界から魔法が消える。